声優になりたいと思ったのはなんでなんですかって、今更こんなこと聞くのもなんかあれですけど。はい、それを語るとね、1時間じゃ足りないよ。でも多分なんか喋るのが好きだったんですよね、うん、どっかこう恥ずかしいんだけど、うんうん、こう輝きたいみたいな夢があって、うんうん、はい、それが多分この仕事とこう合致したのかなという気がしますけど、はあ、まあ、そんなわけでこう長くやってこられたわけですが、はい、今年で私がちょうど今年で20周年なので、ポトノさんはもう少しですよね。20何年でしたっけ25年ぐらいになるんでしょうか。ですかね。そうだ、はい、うん、なんかそのやってきて今その最初の頃と変わっ、なんかなんですかね、ちょっと変わったこと、明らかにこれは変わったっていうことと全然変わらないっていうことはどんなことですか。例えば全然変わったことは、うん、新人の頃はもう全部のセリフ、うんうんに全部頑張ろうとしてたんだけど、うん、今は30分あって、そのうちのセリフ、うん、1個でもなんかちゃんと言えればいい、合格っていう感じ。ああ、はい、でも普段の生活そうだもんね。そう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 、全部が全部ね、うん、一生懸命喋ってる人いないもんね。いや、それはすごいわかります、うん、っていうことですかね、うん、あとは変わらないのはなんかやっぱりなんか落ち込んで帰ることは多い。そこなの？なんか違ったかもしれないとか、うんうん、うん、絡んでなかったかもしれないとか、うん、うん。